こんにちは。ビームスクリエイティブディレクターの中村です。2018年秋冬トレンド解説動画第3回目はコーディネート編です。ということで第1回が終わった後に、コーディネート、実際どういうふうにコーディネートしたいかっていうリクエストが結構いろんな人からあったので、今回は2人の渾身のコーディネートを見てらっしゃる方に紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。第1回目でご紹介したビームスFのスーツに合わせたコーディネートがこちらです。本当にこうセオリー通りに合わすというのが自分のポイントにしてることなんですけれども、いわゆるブラウンに相性のいいパープルで、パープルはとても今年らしい色というところで合わせています。でそれに、ヴィンテージ調のプリントのペイズリーのネクタイを合わせています。こう少しこういろんな多配色の、ペイズリーのネクタイなんですけれども、それでもこうくどく見えないようにこう全体を落ち着かせているというところもポイントです。シャツがアクリリックだけど白襟になるとなんかこうやっぱ華やかさが増すよね。そうですね、このクリリックシャツはちょっとなんて言うんでしょう、オックスのストライプで襟もオックスフォードなんですね。素材合わせてあるってことね、はい、だからそういうこう、このフランネルのスーツの素材に対してやっぱりちょっとザラッとしたこう少し硬すぎないような感じに味付けはしてますので、本当にこうお仕事というかでぜひお召しいただきたいなというふうに思って組んだ渾身かどうかはあれですけれどもコーディネートです。イタリアのブランドも最近はね、本当に前はワイド系ばっかりだったけれども、こういったタブカラーが出てきたりピンホールが出てきたりっていうところで、はい、本当にこの 3,4 年ぐらいでイタリアのブランドも襟型が増えてきて、やっぱり随分こう変わってきたっていう感じがするよね。そうですね、はい、だからイタリアイコールなんかカッタウェイとかワイドっていうのはもうちょっと違う感じになってきてるんで、そういう意味ではコーディネートのこう幅もいろんなコーディネートができるようになってきて、ちょっと V ゾーンを作るのが楽しくなってきてるっていう感じがするよね。そうですね、第1回目で紹介させていただいたタリアトーレのスーツのコーディネートです。ちょっとさっきの西口さんのと被るんですけど、クレリックのタブカラーっていうところが一緒なんですが、ストライプ2色のストライプ、グレーとブラウンが、白のグラウンドに乗っているストライプなんですけど、スーツの何でしょう、このグレーンプレードの、ブラウン、ベージュ、グレーっていうのをこう絶妙に拾っているあのシャツと、タイもあのブラウンベースにベージュと、ちょっと差しでボルドーが入ってる、かなりこう色を合わせていったようなあの真面目なコーディネートなんですが、タイのこの柄だったり、ちょっとそのなんでしょう、ヴィンテージ感っていうのを匂わせて、このまんまブリティッシュじゃなくてちょっとこうブリティッシュアメリカンみたいな感じを意識しているコーディネートです。第1回目でご紹介した、ビームスFのオリジナルジャケットの、ハリススイードのハウンドトゥースを使ったジャケットの私のおすすめのコーディネートです。もう本当にこう方程式通りというか、もう深いネイビーですので黒いタートルも合いますし、そのままネイビーのパンツを履くっていうコーディネートです。それを、それにちょっとシャレ気のあるようなチーフを混ぜてコーディネートを組んでいます。本当にこう、自分のスタイリングにするような感じなんですけど、極力こうシンプルにこうコンサバティブに綺麗にまとめるとこういう風に構成したいなという風に思って組んだコーディネートですね。第1回目で
紹介したブリッラのカシミヤのパープルのジャケットのコーディネートです。第1回目では黒いニット黒いインナーを入れたコーディネートなんていうのをあの口頭で紹介させていただいたんで、あのここで見ていただくのはまたちょっとこう趣を変えたベージュ系のトーンを入れたすごく柔らかい甘いコーディネートっていうのを作ってみました。あのカシミヤのジャケットのインナーにまたカシミヤの、まあ、のベージュ薄いベージュのニットにあのホームスパンなんですけど、もうベージュと白のすごく上品な色の組み合わせ の, あの そんなにこうそやな感じを感じさせないホームスパンのパンツっていうのを合わせてすごく上品な雰囲気にしています。まあ、黒のインナーとかを入れるとやっぱりもうちょっとこうなんでしょう、ツヤっぽい感じが出るんですけど、ちょっとこういう甘いコーディネートっていうのもいいのかなというところで組んでみました。なんかあれだよね、こういうまあ、最近ネッカチーフみたいなのが出てきてるんだけど、クルーネックを合わせちょっと寂しい時にこういった、ね、あのネッカチーフってすごいあの使えるよね。そうですね、あのポイントにもなりますし、あの、まあ、こういう柔らかいコーディネートの時とかに首にちょっとこう引き締まるような色を入れると、あのそれだけでコーディネートがぐっとよく見えるようになりますよね。うん、第1回目で紹介させていただいたジャブスのパンツのコーディネートです。第1回目でも説明させていただいたんですけど、かなりスポーティーなコーディネートにしています。ただ、スポーティーなんですがニットだったりとかムートンのベストだったりで、パンツもウールジャージーとスポーティーなんですけど、やっぱりこうドレス素材を使ってるっていうところがすごくポイントです。でこういう風に合わせると、まあ、上品に見えるっていうのはもちろんですし、そのすごくラグジュアリーな雰囲気っていうのも出せるのかなと思ってます。で足元も、まあ、分かりやすくの真っ白なあのスニーカー、これもスニーカーいわゆる何でしょう、スポーツスニーカーではなくて、あのちゃんと歴史のあるシューズブランドのレザースニーカーっていうのを合わせています。でやっぱりこういうのってそのなんていうのかな、車乗る方とかがすごくいいなと思うんですけど。そうですね、あのパンツも伸縮性ありますし、うん、あのベストもやっぱり着丈短いんで椅子に座った時に干渉しないですし、あの袖開いてるんで、まあ、ハンドルも持ちやすいっていうのもあるので、まあ、その本当に車好きの方とかこういう格好してたらやっぱりかっこいいなっていうのは思いますよね。うん、これが今までだったら、ね、ダウンベストを、まあ、期待してたけど、うん、今年こうムートンのベストなんか合わせるのがさあの前に ね、うん、ね前 の, あの回のところに言ったいんですけど、このレザーがね今年来てるっていう流れの中でやっぱこういうものを合わせてるっていう感じでね、はい、本当にワンマイルウェアみたいなのが随分最近こうバリエーションが増えてきてるんで、まあ、本当にこういった車に乗れるその日常いうようなコーディネートっていうのは、まあ、割と、まあ、今重要になってきてるのかなっていうのはまあ自分も感じてるところですね。第2回目でご紹介した、ラッファモリーナのニットフェアイルニットの、おすすめのコーディネートです。もう本当にもうすでに、店頭では配布されているカタログのコーディネートにとほぼ同じようなコーディネートなんですけれども、まあなんて言うんでしょうか、重たいヘビーなコーデュロイに柔らかいフェアアイルのニットを着て、シャンブレーのピンホールで動物柄のタイを締めるっていうコーディネートなんですけど、まあ本当にこう今シーズンのコーディネートをこう凝縮したようなあのコーディネート、まあ、少しこうこってりさせるっていうのもいいんじゃないかっていうところで、今シーズンあの私としても提案させていただいてます。コーディネートがあの、まあね、イタリア製のものと、まあ、そういうちょっと他の部位のものもあるんですけど、コーディネート自体はちょっとアメリカの
感じが強いよね。そうですね、そうですね、まさに、うん、だからブリティッシュなんだけどちょっとこうアメリカンな雰囲気があるっていう感じですよね。なかなかまあ、あの以前はよく見たけど最近 見なかった感じだけど、まさしく今年っぽい感じのコーディネートだね、はい、やっぱり今先ほど、中村さんからもありましたけど、アメリカっぽい要素っていうのがやっぱりどうしてもこう、まあ、大事になってきているというふうに感じていて、まあ、自分のそのパーソナルなコーディネート、まあ、今日 あの V ゾーンとかもそうですけど、やっぱりシャンブレーのシャツとか、いわゆるそのちょっとこうその国を象徴するようなアイテムをこう取り入れたりすることで、よりそのなんて言うんでしょう、クラシックでもこのミックス感みたいなものを表現できるので、まあ、それをこう表現したコーディネートかなというふうに思っています。第2回目で紹介させていただいたサンモリッツのパターンドニットのコーディネートです。ジャケットを着ずにもうニットの上にコートを羽織るっていうコーディネートで、あのインナーはまあニットがあの割と柄でインパクトもありますので、パンツそれからコートっていうのは無地で、ただこう色のトーンで少しこう個性を出した、まあ、割とこう なんでしょう、僕はまあ自分らしいかなという感じのコーディネートです。まあ、あのこのニットのように無地 あのライダースとかそういうのも羽織ってもいいかなと思ってたんですけど、まあ、ちょっとこうエレガントなコーディネートっていうのもあの気分なので、あえてあのロングレングスのコートを合わせました。このコートってローデンコートですよね。ローデンコートです。あのエルネストのローデンコートなんですけど、あの何でしょう、久しぶりに見たなと、うん、まあ僕が多分こうドレスのこういう何でしょう、もう12、3年になりますけど、いまだかつてお店で並んでるのは見たことなかったですね。確かに、うん、もともとオーストリア の貴族があの着てたコートをフランス人が見て、うん、あれいいなって言って、フランスで一時期ものすごい流行ったことがあって、自分がまあパリに出張していた頃、まあ、20数年前とかにはものすごいやっぱりフランス人が着てたコートなんですけど、このそうだね、4年 4,5 年でピッティでね、ちらほらとこれを着る、でも着てる人たちがみんな若い世代だから、うん、やっぱりちょっと新鮮なんだろうね、そういうものがね。第2回目でご紹介したグレンフェルのコートの、おすすめのコーディネートがこちらです。もう本当にものすごくヘビーな重いコートに、ヘビーなフランネル、キャメルのスーツを合わせて、モックネックに色合わせをしたネッカチーフを合わせて、スウェードのドレススリッパーを履いたというコーディネートです。まあ、ちょっとこう癖のある感じにコーディネートをしたくて組みました。この靴は、トリッカーズに別注したスウェードに初めてあの石子を入れたっていう、世界初の別注品なんですけど、これがスウェードじゃなかったらこのコーディネートは成立しないかなっていうところもポイントですね。普通のベルベットだとちょっと足元が軽すぎて相性が悪いので、まあ、そのあえてスウェードのドレススリッパをこのコーディネートに履いているっていうところがポイントですね。なんか同系色でコーディネートしてるんだけど、なんかすごいモリモリに同系色なんだけどなんかモリモリに見えるね、うん、そうですね、うん、色はすごくまとめたんですけど少しこう持ってる感じのコーディネートっていうところですね、まあ、そうだね、はい、石口さんっぽい感じがすごくしますけどね。はい自分が組みましたので。そうですね、はい、まあ自分がしたい、あいいなっていう今の気分だなっていうところであの組んだコーディネートですね。もうこのコートとかももう自分が絶対やりたいと思ってやったコートですし、はい。第2回でご紹介した、チンクアンタのブルゾンの、おすすめのコーディネートです。まあこれは
なんて言うんでしょうか、本当にこう普通のブレザースタイルに、それのアウターとしてこう普通にこう羽織るとかっこいいんじゃないかっていうことで考えたコーディネートです。いわゆるアウターとしてこういうスウェードのものでよりこう高級感があるようにも見えますし、あとまあコーディネート実はこれカシミヤのジャケットなんですけど、そういうものを用いたりとかっていうところが、まあ、こうさりげない上品さとかさりげないこう良さみたいなものを感じていただけるコーディネートとして、今回、組みました。西口さん、こういうタイドアップにブルゾンを羽織るっていうコーディネートってされてますよね。そうですね、自分がめちゃくちゃなんか重ねたらどんだけおしゃれできるんだろうみたいな感じのそういうこう追求じゃないですけどあって、それをよくやりますね。無駄にやります。インスタの画像ないの？あ、はい、こちらです。あ、それだね、これです、うん、去年の夏です。夏、6月の日だよね。はい、はい、もうジャケットタイドアップでもうモリモリのジレまで来てますので、これはだからショートだからすごくやっぱり変化球があるけど、これはねどっちかっていうと着丈がギリギリ隠れるぐらいだから、うん、そうですね、はい、まあ、こっちの方がだからこうマイルドにこう出てくる、うん、はい、そうですね。ちょっと前だと M65 の、ね、アスペジみたいな感じを合わせたのを、うん、まあ、スウェードで合わせたりするっていうのがちょっと、まあ、少し前と今とちょっと違うと思うんだよね。はい、うん、第2回で紹介させていただいたマッシモ・ダウグストのカジュアルジャケットのコーディネートです。久しぶりにこういうちゃんと色を見せるっていうのもいいかなというコーディネートで、パンツに関してはもう白で潔く色を際立たせるコーディネートにしてます。でこれはウエスト周りをベルトで絞ってちょっとニュアンスをつけて合わせてるコーディネートです。まあ、この上に本当にコートとかブルゾンを羽織っていただいてもいいのかなと思ってます。軽いジャケットなんで本当にいろいろ応用ができるのかなっていうところで、まあ、ちょっとあえて肉厚のケーブルのタートルを使っているコーディネートです。なんかこう巻き方に特徴っていうかこうしたらいいよみたいなのはあるの？高田的に、まあ、よくなんかナポリ結びなんて特にナポリのテーラーとかナポリのこのものを作ってたりする人たちが教えてくれた結び方なんですけど、いわゆる蝶々結びの片方抜き、うん、蝶々結びをするように形を作っていって、まあ、普通だとここでもう一個輪っか通すんですけど、それを1本抜いて結ぶと、うん、で、横にちょっとこうオフセットさせるっていうのが、まあ、ナポリでは定番だと教えられる。そうするとここのこれが2つこう出るってことね、はい、輪っかじゃなくてね、はい、輪っかと2つ出るっていう、はい、なるほど。まあ、輪っかはそんなに大きくせずに、うん、この下に垂らすところを、まあ、両方で長さを少し変えて、うん、そうだね、ニュアンスを出すと、まあ、肩結びするとなかなかほどくの大変なんで、うん、まあ、このナポリ結びだとピッと引っ張って結ぶのも簡単ですし、で蝶々結びほど、まあ、リボン感みたいなのが出ないんで、うん、まあ、メンズの方にはすごくこうおすすめかなと思ってます。この結び方に関してはテーラードコートとか のベルテッドコートにも割とこう応用できるので、いろいろと試していただけるといいかなと思ってます。コーディネートもこれで終わりですね。はい、皆さんに少しでもこうコーディネートが伝わってるとすごく嬉しいですよね。うん、嬉しいです。こんな格好できるかとかお客様に言われたらどうしますか？いや、そこはそんなこと言わずに試してくださいと。まあ今出てるカタログもね、はい、3人とスタイリストさんでね、まあ、かなり頑張って、まあ、組んだんで、ぜひカタログの方のコーディネートを見てもらいたいですね。そうですね、頑張りますね。はい、V ゾーンのね、24体のコーディネーターは特に大変だったんですけど、
ね、今までない試みなので、ぜひカタログの方のコーディネートも、まあ、チェックしてもらいたいですね。はいはい、これで2018年秋冬トレンド解説動画を終わりたいと思います。次回春夏あればまたお楽しみに。